ペルソナ4、はい、とかここちょっと熱くなってしまいがちなイベントということですので、お忘れ物などのないよう、よろしくお願いします。受けたまわりました。王座防衛なるか。両者ともに全力を出すように。さあカーニーバーガス知恵、さあ素早い知恵をカーニー捕まえきれるか。逆におっと、ここで入る。さあ入った。さあここから、おっとこれは知恵が読んで、ペルソナ、ペルソナからコンボにつなぐ。そうです、リーチが短くてもペルソナを使えばある程度カバーができる。まあ、あまり面倒くさいに使うとペルソナゲージがなくなってしまうので難しいところですが、さあ画面端、コンボ終わらない、終わらない、終わらない、終わらない。さあ続いて、続いて、まだ行くの。はい、ゴッドハンド、大丈夫、ここから追いつくよ。これはちょっと技を感じしますね。大丈夫、私がついてるって。さあここで捕まえた。さあここからの、からのしゃがみ。さあしかしここは巻き返しを狙っていく知恵と、チャージから、これが補正切りに結果的だった。さあつなぐ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 、コンボが減る。あっという間にコンボ近い状況。さあ一旦距離を取りますね。ここはと、これはさすがに見ている。さあ暴れまくってドロップキック、あーっと、しかしまだ死なない、もう一指と、ちょっと違った。ひたすらこの選択肢、どの選択肢を取っていくか。一回起き上がりに投げよう、セットプレーからという感じですが、しかし細やかな知恵のコンボにファイナルラウンドを出す術がない模様。さあこれは噛み合わない、しっかり距離を取っていた。さあバレまくってチャージ、チャージからコット、これは切れたが、そうですね、ここは様子を見る、圧倒的リードからの、リードからの強気、リードであるからこその強気、勝負強かったですね。前評判通りの結果となりました。はいはい、聞いてるんですか。はいはい、アイギス使いのスミオさん、はい、ご指名だそうです。ペルソナ4ジ・アルティメット in 真夜中アリーナ、すでに、試合が終わって、変えられる方は、名札の方の返却を私の方までよろしくお願いします。ここは夢と現実、精神と物質の任務であります。受けたまわりました。何かが起こる予感がするぞ。ワン、ワン、さあアイギスが出てきましたね。まあ、ちょっとアイアンマンっぽい、アイアンマンっぽいキャラクターですけれども、大阪は割とアイギスが少ない。さあこの低空が強いですね。さあここからバルカンで、さあ画面端コンボをつなげていく、しかしここで切れる。さあ暴れまくって端っこ寄せる、端っこ寄せてペルソナを上げていくが、
コンボ暴れまくり、さらにつなぐ、まだ入るが、ここは反転して、91秒、自己一生、これは痛い。それは さあドラゴンキック、カス当たり、カス当たりどころなんだろうが持っていきますね。さあ距離を取って空中からバルタンを振らせていくアイギスですが、近づいてしまう前に支配を支配してしまいたい。さあ空中からコンボ、ドラゴンキック痛い。ここで空投げ、空投げできるセンス。と潜り込んだ、これは画面端まで持っていって、ちょっと厳しい展開か、踏んだれるか、イギス。ゲージはある。さあ、有効にゲージを使えるかどうか。あっと、ここで、隕石を降らしてけよ。さあ、これでお互い抜けますね。すごい試合でした。動いたらお腹、あ、今おられた方はポストカード、はい、はい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 、ポストカード、はい、了解。ゆきこ使いのマルエルさん、お願いします。ペルソナ4 The Ultimate。 ようこそベルメットルーム。ここは夢と現実、精神と物質の狭間。操作を開始します。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。王座防衛なるか。ラウンド1。ユキコ先輩、おやじが来た。さあ、ユキコ使いのマーレルさん、やばい、シロウ、シロウ、シロウ、だいぶリードできてるよ、この調子。マヌエルさんとメギドさんのラウト。さあ、1ラウンド目、ゲームを持っていったのはユキコ。さあ、ナオトより遠いレンジでさまざまな選択肢があるので、ちょっとこれはナオトも結構厳しいかなといったところかなというふうには思いますが、ユキコにはなんといっても飛び道具を消せるディアも備えられております。さあ、ここで思い切って中段いった。さあ、画面端しかし持っていく、ナオト。さあ、ちょっと何かが出なかったか。さあ、思い切って攻めていって画面端、さあ、カラーのアギダイン。さあ、先端だった、これは。さあ、ユキコ抜けましたね。はい、プライズの方をお渡ししますんで、こちらの方お願いします。ワンピー側
見事に勝利しました。ごめんね、本気でやっちゃった。よし、じゃあ次店員さん行ってもらいます。よし、はい、店員さん店員さん行くことになりました。はい、店員さん自分でスコアつけてや。